かっきり AY と申します。今回ですけども、アイアンフレームを使った作業台を作って、その台をワトコオイルで塗装してみたいと思います。いわゆるオイルフィニッシュ。アイアンフレームは980円のものを2つ。ビスで固定するだけで簡単に足が作れます。板はこちらでパイン修正材。余っているものを使うのでちょっと大きめですが、これをカットして使用したいと思います。でこちらがワトコイルとその他の材料。ワトコイルはナチュラルで排水ペーパーとオービルサンダーとハケと布、こんな感じとなります。ではね、作業開始。作業台として使おうと思いますが、基本的にはテーブルです。90×45 の大きさでカットします。こんな感じで固定すれば OK ですね。傷がつくのでフェルトを貼っておきます。がっちり固定されていて完璧。これでテーブル完成。ではね、塗装の準備に入ります。表面をきれいにするのでヤスリを使ってね、研磨します。まずは240番。こちらね、面取りです。はい、ということで準備 OK。 ではね、オイル塗装開始します。公式の塗装手順はこんな感じ。いわゆるウェット研磨。およそこんな感じでね、塗装していきたいと思います。まずはね、1回目。では15分待って、
表面の色を拭き取って1時間の乾燥。では次、ウェット現場。公式では薄めに塗っていますが、これも普通に塗っちゃいまして、次に耐水ペーパー、削りカスもかけちゃって一緒に研磨します。はい、こんな感じでウェット研磨完了です。残ったオイルを拭き取ります。あとはね、乾燥させれば完成。でこちら24時間後、まだもう少しね、時間が必要かとは思いますが、およそね、いい感じだと思います。質感も良くて、ツヤがあって高級感が出るので、本当にいい感じ。はい、こんな感じとなりますので、ご参考にしてください。オイルフィニッシュに関しては好みのカラーも選べるので本当におすすめです。今回の動画は以上です。よろしければ高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。